ちゃくにちゃニュースです。今回はですね、こちら明治アーモンドチョコなど10品目を最大 20% 値上げ、4品目の容量を最大 12% 減らし、ミルク実質値上げということで、最悪じゃないですか。明治はアーモンドチョコやマカダミアチョコなどチョコレート10品目の価格を7月14日から 10% から 20% 値上げすると発表した。円安に加え、カカオ豆やナッツ類など原材料価格の高止まりが理由ということです。明治は4月にもチョコレート効果シリーズ5品目 10% 値上げしており、チョコの値上げはそれに続き今年2度目。最悪です。値上げするってちょっと心苦しいというふうに思っている方も多いので、ちょっと皆さんのコメントを見ていきたいと思います。うわー、最悪。原価が下がっても値下げしたことないくせに。本当それだよね。変化前も原材料高騰でコンビニで板チョコは120円だったけど、今100円だから安くするつもりあるんじゃないの。マジか、もうタケノコ年一しか食べられないな。だんだん各国のお菓子みたいになってきてるじゃん。そのうち空気ばっかりの袋とか箱になるんじゃないの。容量を減らすのはやめてほしい。やるなら容器もちっちゃくしろ。周りのチョコレートを食べて口の中でアーモンドだけにする。一粒で二度おいしいもんな。 12% 減らすって、こうなったらもう中身を入れずに箱だけで売れよ。キノコタケノコはもともと高すぎなんだよ。言えてる。だいたい150円以上はあまり買わない。アルフォートにするしかないな。麦チョコ食うからいいよ。もうポテチもそうだけど、値段上げていいから量減らすのやめて。開けた時切なくなるから。みんなそう言うけど実際に売れなくなるんだろうね。ポテチのしょぼいことと言ったら、健康のためには3食のご飯をしっかり食べてればいいんだよ。普通のみたいな、すごいやっぱり怒る方もいると思いますけども、しょうがない事実なんで、まあこれからちょっといろいろ考えていく。あんまり買わないように、週に1回だったのを2週間に1回にするとか、健康にもねいいと思いますし、ちょっとまた経済が変わってきてますから、不況にもなってますし、本当にこれはもうしょうがないこととして受け入れてプラスに考えていくしかないっていう風なことだと思います。頑張っていきましょう。じゃあねー。